HTV の取材ヘリにはビデオカメラを持ったオンちゃんがペイントされている。オンちゃんは北海道テレビ放送で1997年から使用されているマスコットキャラクター。パレード星からやってきたパレード星人という設定で黄色い球体を押しつぶしたような体に手足と口、そして右が O、左が N の目が特徴。小さな帽子をこうむることもある。 全国のデザイン会社などの間で行ったコンペの結果、札幌のデザイン事務所がデザインしたキャラクターに決定し、1997年12月1日に正式登場。当初はオンパレード、HTB と題した開局30周年、記念キャンペーンにおけるキャラクターとして、1年間限定暫定的な登板になる予定だったが、1998年に同局の番組、 水曜どうでしょうで、出演者の安田健が、んちゃんの着ぐるみのスーツアクターになって、依頼大ブレイクし、同番組が全国で放送されるとしばたたく間に、全国的な知名度を得るまでに成長した。詳細は、水曜どうでしょうおんちゃんの活躍を参照。水曜どうでしょう内で、んちゃんとして話す場合、おだんなどが、んになるほか、語尾に、んがつく場合が多い。これらは後に、夢見る。 アニメ、オンちゃんでも反映されているほか、サブタイトルの語尾に、オンがついている。以下に例を挙げる。地上デジタル放送の受信機表示アイコンでも、オンちゃんのマークを使用している。好きなものは、食べ物では、チーズとトウモロコシである。ただし、水曜どうでしょう内では、塩からも好物だと発言している。反対に苦手なものは、カラスと何かと、オンちゃんを叩きつける大泉洋である。 また、簡易オンチャン装備状態の安田が、シェフ大泉クリスマスパーティーでシェフ大泉が焼いた、半生のエビの頭を食べたのが原因で、アレルギーを起こしてダウンしたこともあって、エビも食べられないという設定が追加された。HTB 本社、初代社屋屋上の初代、オンチャンオブジェ HTB 本社、初代社屋屋上の二代目、オンチャンオブジェ HTB の本社社屋には、大型の、 オンチャンオブジェが飾られている。初代オブジェは1998年7月11日から札幌市と与平区平岸市にある当時の本社社屋の屋上に飾られていた。2007年11月24日にはデビュー10周年を迎えた記念として2代目オブジェにリニューアルされた。この大型オンチャンは HTB が関わる重大イベントの際には化粧直しがされることがあった。 HTV 創立35周年事業の一環で行われた水曜天幕団、カニ島十郎太子演ンには、大型オンちゃんは期間限定でちょんまげ仕様になった。また、水曜どうでしょう祭りユナイト2005開催時にはねじり、鉢巻きにうちというお祭り仕様になった。2007年12月のリニューアルに際しては、横には地上派デジタル放送のリモコンキー ID である。 6のオブジェも一緒に置かれるようになった。南平岸駅から初代社屋に向かう道路の脇にある電柱には、オンちゃんと共に、夢見る、力 HTB 交通安全と書かれた広告が取り付けられていた。HTB の地上デジタル放送は6チャンネルとなったことから、オンちゃん6ちゃん HTB のキャッチフレーズが5秒の捨てぶれで放送されている。 2018年9月17日に HTB 本社が札幌市中央区の札幌創生スクエアに移転することに伴い、それに先駆ける形で同年5月に3代目オブジェが登場した。2代目オンちゃんは本社移転後も取り外されずに残っており、2020年11月現在でも見ることができ、新社屋の3代目と共存している。オンちゃん、オンちゃんのぬいぐるみは、 HTV で放送されるテレビ朝日のドラマや報道ステーションなどの全国ネットの番組の北海道向け版 CM において番組の出演者が縫いぐるみを持っては HTV というのがお約束となっている。一時期スーパーモーニングの番組セットにおんちゃんの縫いぐるみが置かれていたこともあった。HTV よって ぬいぐるみをはじめとした隠しグッズが販売されており、1999年に西村食品工業から販売されたおんちゃんドラ焼きは他企業との初めてのタイアップ商品となっている。現在、おんちゃんグッズは HTB の1階ロビーや札幌地下街、ポールタウンの HTB コーナー、その他道内のおんちゃんグッズ取扱店で購入することが可能。また、 動外でもびっくりドンキーなどでも一部取り扱っている。他、HTB オンラインショップでも購入できる。札幌ドーム、札幌ドームの一塁寄り内アバックネット側上部に、HTB が広告を出しており、4枚にわたって、オンちゃんのイラストが大きく描かれているが、ほぼ真上の位置にあることからテレビ放送などで映る、機械は少ない。コナミから発売されている、野球ゲーム、 実況パワフルプロ野球やプロ野球スピリッツでも広告は再現されている。2017年4月、HTB と北海道大学との連携協定により、北海道大学に特別学生として入学。HTB のアナウンサーが幼稚園や各種施設などを訪問して、絵本や紙芝居の読み聞かせを行う活動に対して名付けられた名称。2005年7月に、 1> 第1回が行われ、以後年に十数回程度のペースで実施されている。2019年には、第18回アンアナウンサー賞特別賞を受賞した。詳細は、オンちゃんの仲間を参照。2004年11月24日に発売された DVD。以下の内容が収録されている。かつて、HTB では1979年8月1日に誕生した。 テレビカメラを担いだヒグマのクンフトくんというマスコットキャラクターが存在していた。名前は当時テレビ朝日系で放送され高視聴率を上げた海外ドラマルーツの主人公クンタキンテに由来する。クンフト氏は放送局マスコットのパイオニア的存在として朝日放送制作のテレビアニメ小熊のミーシャの第18話。 君不得意村へ来るにゲスト出演するなど広く利用されたが80年代前半のうちに自然と出演機会が減り忘れられていった当時制作された営業用の着ぐるみは長く放置されていたが2000年に同局で制作された深夜番組茨の森の企画でこの着ぐるみを流用中に入った森崎博幸のせいから文夫氏と解明し 僕のあざ部分にビニールテープで日本線を足して、元、表記、着ぐるみの下半身は、行方不明だったため白色のタイツで代用して、再登場した。以降も、同番組の企画で、音ちゃん温度が制作され、音ちゃん、ーちゃんと共に出演し、HTV の天気予報等の背景映像として放映された。その後無事に、下半身が発見され、君不都市として、 再登場するも、もん、ふとしの字はそのまま残されている。2007年に、オンちゃんのウェブサイト、オンちゃんのページ内の日記、ごうごうオンちゃんで、先輩マスコットとして初対面する写真が紹介されたのを皮切りに、同年11月3日放送の、ナイトオンチャンネル、2008年8月30日の、同局開局40周年記念イベントにも出演し、 主に30代以上の往年のファンを喜ばせた。また、同時期の放送開始映像と放送終了時映像にも君太氏が登場していた。40周年の再登場以後、普段は HTV の社屋で冬眠しているが、時折目覚めて、社内やイベントなどに姿を現し、おんちゃんとも共演している。おんちゃんは、君、太氏を先輩と慕っている。 札幌創生スクエアの原社屋から放送を開始した2018年9月17日に放送された創生スクエア移転発放送。新たな歴史をここからでは、オンちゃんに続いてワンカットだけ、くん、ふとしのイラストが登場している。2020年4月1日には、オンちゃん公式ツイッターアカウントが、エイプリルフール企画として、くん、ふとし名義となりアイコンもくん。 ふとしの写真に変更された。ありがとうございます。